今度の参議院選挙は、憲法を守らない、国民の命や暮らしを顧みない、そして目的のためには手段を選ばない、安倍政治の暴走を止める選挙です。そして皆さん、安倍総理は自分の任期中に憲法改正国民投票を行いたいと言いました。 この参議院選挙で3分の2以上の議席を得たいとはっきり言いました、最近は自ら全く言わなくなりましたけれども、憲法、憲法改悪を阻止する、これも今回の参議院選挙の大きな争点であります、安倍政治、その対局にあるのが社民党の政策であります。 平和憲法を生かし戦争をしない国を目指すということであります小山号戦場に送るわけにはいかないこの戦争法安保関連法もこの参議院選挙の最大の争点であります